きも言ったんですけど、あのマッシュルーム。おい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 何しろバカか、俺の家ちゃうんか。概要欄コメント欄、マッシュルームとグミじゃないやろ。ぜひグミお願いします。ビスコより強くなります。病気か。はい、でもライトで遊ぶなよ。信用する、なんか一言ちょうだい。まだ言葉しかないから、なんかもしなかったら。あ、わかりました、わかりました。危うい加減には非現実。こういうのに出会うと負けたと思います。マジでありがとうございます。いや、もう感謝しかないです。はい、ほんまにありがとう、お父さん。マジで、マジでありがとうございます、お父さん。マジで、ほんま。ゆうやと仲良くしてくれてありがとう。はい、ゆうやを見つけたのは僕です。まあ、そのね、まあ、ゆうやっていうそのドローンの中からさすぎで佐賀さん、僕がなんだろう。それは間違いないですよ。声かけてくれたのは彼なんで。ドローンの中の水田見つけましたね。綺麗な水田を見つけて、で、みんなにバカにされて、こんな奴らが無理やって言われた中で、あ、じゃあ見とけよって言って泥の中から水田見つけました。泥の中の水田、鬱陶しいな。ずーっと言ってるけど鬱陶しいわ、その言葉。一回だけ聞いていいですか。なんか僕ね、家やったじゃないですか。彼に全部潰す。はい、リキ君、なんでなんすか。仲間の家潰すのどう思うんすか、リキ君。お前もうええて。リキ君、仲間の家潰すのどう思うんすか、リキ君。オーベースにもなってこいや。リキ君、傑作だ。リキ君、これは傑作だ。これはやめてください、リキ君。俺、家ないんすよ、リキ君。リキ君、なんでなんすか、俺家ないんすよ。お前、向こうの宅に注文聞いてこい。俺が、大人やで、しかも。お前おっせえ、だからタケルパンチ当てられるんだよ。俺の記憶じゃ一発ももらってる。今日は天心とかけまして、小学校の運動会と書きます。その心は、その心はどちらも天気に弱いでしょう。レイさんに負けた。レイさん、あー、ごめん。どういう意味？レイさん、あ、ウェイさん、あ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 、よかった、バカです。あ、よかった、バカです。そんなの分かんないでしょ。殴られすぎて頭おかしくなるよ。気分悪いな。俺のお母さんが一生懸命作ったんやで。なあ、お前よ、毎日毎日クソガキ来てよ。もう毎日俺のお母さん死んないで。それで追いかけてくんやん。追いかけてくん。追われてんやで、俺のお母さん。追われてんやで、子供に。ずっと追われてん。ママ可愛いとか言われてんやで。クソガキにな。腹立つやろな。お前さ、苦しんでるのはお前のお母さんだけではありません。グロでもねえやろ。なあ、なんで、そんなことがあったんですか。で、ピンポンとか押しちゃうよな。ピンポンって、奈良から来たんですけど。知らんがな。知らんがな。なあ、やばい、やばい。なあ、お前の声全然いいやん。ああ、ごめん、ごめん、なかったで伝える。ああ、ねえ、じゃあごめんな。無理ってやん。それはもうお前が解決してくれへん。お前ほんまに家族に迷惑かけんな。でもそれはそうやん。お前な、お前みたいな飾りの家族ちゃうんだ。あのライトあるやん。エメが一回近づいてきてよ。どんな感じでつくのかちょっと見といてほしい。人に反応するかせえへん。それちょっと確かめたいね。ほらで、奥行って、奥ほな反応するんですよ。ね、確かに。ってことはさっき誰もおらんのに何回も人が通ったってことですからね。はい、クマオは幽霊ですもんね。クマも取れたかすお前命ダメんねん。ヤンキミか。これお前ほんま何してんの。ちょちょ、お帰りな。お母さんどこなって。え、どけよお母さん。え、お母さんもあれよ。お前ほんまに、お前、お前、おい、お前、お母さんどこなって。何なのほんまに。まだお兄ちゃんとお父さんで一緒埋まってるよ。どんなて、どんなて、お前、まあ、周りの目見て、やめとけ。じゃ、なんの、マジで。お前に会いたかったんやって、ようやく帰ってきてくれてありがとう。お前、触んな。
何も人の親埋めてんねん。まあ、まず帰ってきてくれてありがとう。まず帰ってきてくれてありがとう。まずお母さん出せ。その前にもうお前宣伝する気満々。リン買ってるからみんなそっから飛んで買ってくれよ。もうね、あとこのバンクシーもうね、東京で、ね、ほとんど売れたんでも数少ないんで、なくなる前にみんなゲットしてね。これもう俺とおそろなろうぜ。あ、おしゃれ。何してんねん。何してんねん。赤いやつに殴ったやろお前は。お前行くぞ。意思はやめろ。意思頭はやめやろ。シャークソン、マジやんぞ。胸くそ悪いなお前。すごいな、継続は力って。音楽やんのはやっぱ難しい。いや、難しいですね。何事も。まあでも結婚して幸せになった人もいますよ、うん、それぞれの幸せを見つけたってことやんね。そういうこと。音楽をちょっと頑張りましょう、うん、一緒に。いや、俺も応援してるし。やばいけど。いや、もうマジで応援してる。大丈夫です。そんなもう今まで書いてきた汗に比べたら。おい、深いな。あら、深いな。バトルじゃないのにパンチライン。いいね。うつないな。ありがとうございます。二つなってやんけ、ボケがよ。もううざすぎる、お前マジで。お前、ピン修正、マジで。何やねん。ちょ、なんでそうすんの、マジで。喜んでもんたいねん。ちょ、普通に、なんでなん。50万のピン修正やねん。マジで。20万の賭けやねん。うん。マイナス30万やねん。マジで面白くないやつやん、一緒におって。何で面白いって。テンションが。いや、テンションとかじゃない。テンション、じゃあ、お前、俺は自分にやってるやん。うん。なんお前この物に当たるん、マジで。お前分かっちゃえよ喜びを。ほんまにお前踏んでんねん。あと足、靴で。誰が。お前が。お前靴でなんと土足で入ってん。いやほんま家庭の問題やろ。お前ちょっと何しに来てん。出るとこってない。お前普通に弁当持ちやん。なんで入るんだよ。なんだなんで帰るよこれで弁当持ちなあ。どんだけお腹空いてんの。こいつ嘘。お前平坦兼ねて帰ると思ってん。なあなあ、じゃあお前マジで何してん。もう感じちゃう。そんなもうこんなん。お前マジで何してんな。あじゃあお前普通赤虫どうすんだよ。名探どないすん。名探お前ほんまに魚死ぬて。死んだやん。お前これ、うん、食え魚食おうよ。物大切にできんやつが魚買えるわけだよ。ほんまに言ったいいこと言った。いいこと言ったな。お前大きく言ってお父さんやから魚買ってんの。別に物大切にできんやつってお父さんやからさ。なにそのお父さん。お父さんいろいろ話し合って、親とかそのリスナーとかレナちゃんとか、うん、そのファンのみんな裏切るなと思って。やっぱその可愛いキャラで今まで誰が可愛いの。ハンギョドンみたいなキャラとしてボンボンプリンとかブタブタピッグやろ。松本ダウンタウンの松本さん見てみんやお前。一番世の中でおもろいって言われてる人があんなムキムキないの。いや俺松本さんが一番おもろいと思ってないですよ。俺一番おもろいのお前やと思ってる。お前ちょっと友達の縁切るわマジで。それやられるやろ。俺からの遊び断ってんやんて。お前俺は素直に言ったよな、みんなで遊びに行こうって。はい。お前なんつった今日自分無理忙しいねんつったやな最初。お前なんつった俺遊びに行こうつって。で遊びに行こうつってお前なんつったの。お断った。編集手伝ってるつってなあ。お前マジ何で離れてたの。もう普通お母さん燃えたんやけど。あっつー痛い。お前知ってたんやったら言って。あんなん寝るやんって。俺びっくり。俺リアクション見てみ。俺のガチで焦ってるからマジで予想以上にびっくりしてるから、うん、こうなるんて。それ友達以上時間燃えたらやばいもん。家族全員おったから人んちの親おる家に花火打つなよ。ごもっともやな。なあ呼び出してもうないんか用事終わりか。いや謝れ言うとおる。誰が謝んねんお前。ドブネズミ。おいどの立場から言ってんねん。ドブネズミの生えなかったゴミクズみたいなよ。刺すな言うねん。おいドクードでも食っとけや。ドブネズミみたいな靴下履いてな。お前知らんかしら。おいクソだけど頭と合わせた色吐くの。合わせてくんね、色。ドブでコギ集めとけ。こいつ、こいだな。あー、もうかこういうやつやが。行こう行こう行こう。やってられへん。やってられへんわ。何してこの親子。何が言いたいのか分からへんな。ああ、腰に磁石つけて。お父さん、ごめん。出ないけ！やってるっすか？いや、これやってるでしょ。お前、気づくない？
まだお前これ俺片付けらなあかんやんけよ。だるいんやけど普通に。え、何お前が勝手にやってるこれ。え、冗談抜きでだるいんやけど。無理でしょ一人で。うわこいつピラミッド作ったやつと同じこと言ってる。実際にピラミッドをどうやって作ったか分かってないねん。お前やんピラミッド作ったの。いや無理があるやろ。いやピラミッドと一緒っすよ。無理。いや正しいよお前。今びっくりした。仮に、ね、確信つきすぎてびっくりしてもらった今。うん、やったとして一人無理じゃないこれ。リアルマジで払わねえんだったらあれっすよ。これあれっすよ、あの陰中って言って3倍になるっすよ金額今持ってこな。はい。12億マジで今この話題に乗っけないと。でもこれ全部こう、これ全部はい1万3000円で今じゃ65万ですよ。たかがこれだけで無理っすよ、間に合わないです。全然間に合わない。なんでないんやったらこの場を収めるので詰めらなあかんすね。指輪古すぎる。そういう世界だ。麻雀ってそういう世界なんすよ。いや、帰ってしましょう。マジで、俺今から指詰める。うん、はい。なんで、でも12億なんで、指示まで詰めていきますよ。見てないの本気やから。見てないっすね。じゃあ行こう。うん。あ、じゃあ行こう。オッケー。まあ、行こう。後から行くわ。じゃあもうええて。どこに行くの？お前マジ切れんの？どこに行くの？一緒に映画じゃねえ。どこ行くんだよ。あ、みんな見に行くんか。うん。あ、行こうぜ。あ、オッケー。足出せよ。なんだ足出せ。ちょ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 、足出して行こうぜって。別に。腰上げろとかでいい。 あ、そうやな。なんだ足出せ。そういう表現方が正しかったか。うん、足上げろ。いけ。早く扉の向こう側どこだよ。お前マジなんなん。なんなんポエム2日目。